ヨサスアテナイの皆さん、今回もソーベル言語学賞編ということで、言語で社会に貢献した人を勝手に表彰していこうと思います。はい、では今回の受賞者は、はい、ジム・カミンズ氏です。で、ちょっとまあ北米の受賞者が続いてしまうんですけども、まあ、カミンズはカナダの応用言語学者でして、まあ、第二言語習得学者と言った方がいいのかもしれませんけれども、バイリンガル教育なんかのこう社会制度の基礎をこう築いた人でもあります。で、カナダというと、こうイマージョン教育であったりとか、そういう子供のバイリンガル教育の先進的な国で、今でもこうトップを走ってるんですけども、こう社会の制度なんかもそれがやりやすいようにできていると。で、そこに貢献したのがカミンズであり、その理論であるというところのお話なんですね。はい、で、簡単にご説明していきますと、カミンズ登場前は、はい、これ風船説っていう言い方するんですけども、子供の頭の中で風船が2つあると。で、第一言語の風船、第二言語の風船。これがこう、押し合いをして、お互いの場所を取り合って、こう侵害し合うと。つまり2つ目の言語を学ぶことは子供にとって有害であるというのが常識だったわけですね。で、それを180度覆したのがカミンズです、はい、これ氷山説っていうこともあるんですが、氷山がこう2つポコポコっと出てるとして、これが第一言語第二言語 のことなんですが、一見別々の能力のように見えます。ところが氷山って水の中ではこうつながっていて、巨大なこう基盤というか地盤があるわけですよね、はい、でこれ何が言いたいかっていうと、どちらか片方で身につけた能力が自然にもう片方でもできるようになると、そういうことを言いました、はい、でこれいろいろ証明はされてるんですけども、有名なお話で静岡に、加藤学園というインターナショナルスクールがあります。で、そこは、日本の子供もたくさん通ってるんですけども、普段英語で理科とか社会科とか、教科の勉強をしてます。で、彼らは、毎年センター試験受けるんですね。まあ、次からは共通テストになりますけれども。で、普段その国語の勉強してないのに、はい、全国平均よりも国語科の点数が高いんです。で、これは英語を使って学ぶ間に、分析力であったり、読解力であったり、いろんな力を身につけてるから、それがもう自動で日本語でもできるようになっていると、そういう考え方をするんですね、はい、で、まあ、今日はメインでご紹介しようと思うのは発達相互依存仮説というもので、カミンズは何を言ったかというと、まあ、そういうふうに片方、まあ、これ母語なんですけども、第一言語で身につけたことをもう片方の第二言語に生かすためにはしっかりと母語が発達してないといけないということを言いました。つまり母語を第二言語が超えることはないということを言ったんですね。だから、まあ、今流行り で子供が小さいうちからキッズイングリッシュとか児童英語教室なんかに通うことがありますけれども、例えば日本語で自分の感情が表現できない子供は絶対英語でできません。英語でこう論理的な思考ができない子供は英語でそれができることはありませんという話なんですね。だからまずしっかり母語の体系を育んであげましょうということを言いました。で、もっとたくさんのことを含む概念なんですけども、全てはご紹介しきれませんので、はい、まあ、そういう業績を残したジム・カミンズ氏にソーベル言語学賞を授与したいと思います。ではいかがでしたでしょうか。少しでも気に入っていただきましたら高評価、あとチャンネル登録なんかもよろしくお願いします。今日はこのぐらいで失礼しようと思います。アディオ。